泉大津の消防署でございます。本庁です。多分ね、これ消防車見たいような方もいてはるやろなということで、裏へ回ってきてね、消防車です。これこっちが見たいよ、表開けてないからね。裏来てね、どんな消防車を持ってはんのかというのをね、やっぱ本部ですからね、洋さん持ってはりますよ。もう中入れへんけどね、いろいろあるんだけど、ここはですね、消防車等に来たわけじゃないんですよね。先ほどもう委員会から出てきた南出というね、ネトウヨの市長に対してですね、12月に選挙ですから、お前絶対に落としたろからなって言って、目の前で言うたって、お前と神谷総平ですよ、林いうおっさんとね、ほんまこのネトウヨだらけのね、あいつらはほんまに成敗せなあかんということでね、ちゃんと宣戦布告をして参ったわけですけども、これね、消防に関係のあるやつでここへ来ても話も聞いてきたんですけどもね、これ資料をお見せします。これですね、ね、2020年の1月これ、出初め式が終わった後に、まあ、消防団との意見交換会ということでおやりになられてるんですよ。で、まあ、それ必要やとは思うんです。で、消防団が自主的に主催をして、消防署の方が事務局を兼ねておるということなんですけども、この中でね、これ、まあ、喫茶店じゃなくて、まあ、会議室でやったらいいんですよね、こんなね。そうやけども、こう、まあ、年に1回やからということで、こうレイクアルスターでおやりになれるわけですよ。で、金が6000円のみ放題です。もちろんアルコールでございますよ。来賓見てください。泉大津市長で、副議長で、府会議員が2人で、消防庁、この中でこの6000円払ってるの誰だ、わかる？これ言うときますけど、この団長とかこの人らは、団長とかね、副団長とか書いてるけど、まあ、団員の方いっぱい来られてるんだけど、これ払ってますよ、もちろん。この6000円、自分の金というか、まあ、出動してるお金の方が予算持てられないかということはあるんかもわからんけども、基本的には自分の財布の中に一旦納めた分からは出されてます。で、これを自分の財布から出してないやつがおる。誰でしょう？こいつですよ、南で。こいつはこの金をね、市長交際費で出しとるんですよ。税金でお前の飯代を賄うために、報酬以外の金を出してるわけじゃないって言うんですよ。これは岸和田の公平も一緒なんだけど、飲み会ばっかり取る、市長交際費 で。ここもそうです。ここはまあ副議長やから議会費です、議長費ですね、議長費で出しとる、全額出してますよ、確認しました。で、こう府会議員は、まあ、確認せんとわからんのですけども、基本的には生ですわ、自分の金です。で、政務活動費で出ないわけではないんだけども、大阪府議会の政務活動費は厳しかってですね、半額まで、飲食伴うんであればね、半額まで出せますと。その代わり報告書を書けようということになってるんで、基本的には報告書、こういうとこでその1枚のペラなんか書いたらですよ、ネット上出ますから。ほんで、ええ加減な、こんな報告書で税金使いやがってみたいな、そんなこと言われる可能性もあるんで、まあ、あの、ご自身で出されることも多いとかね、こんな時やったら、まあ、新年会多いですから、新年会であれば、こう値段書いてますからいいけども、書いてないもんであれば、1万円出したりするっていうふうに、やっぱり言われてますからね。何よりもですね、飲み会の金を市長交際費で出すなということなんですね。ほんで、この中へ行って、ほんまにこう仕事してんのかと、報告書を出せという話なんだけど、はい、こいつの仕事見てください。これです。ね、見てこれ。市長挨拶。これ読むだけですよ、はっきり言って。これ読んで、ほんで、あとは、選挙の時お願いしますわですわ。まあ、そんなこと直接言わんやろけども、消防団の方々が予算おるからね、そこで選挙運動を市長や議長とか副議長とかそういう名前の中でね、この人、公明党のマンションを持ってはる方なんだけど、金持ってますよ、だからね。だから、そういう選挙運動を税金でやんなっていうことですよ。で、一義的にこれは選挙運動を税金でやってることにはならんけど、結果的にはそんなになってるやろって言うんですよ。で、これなんかもそうなんだけども、これはですね、これですね、消防協会なんかがやってるんですけども、これも見てください、これね、視察ね、一泊旅行なんかやってませんよって言って言うんですけども、これ、この間してこうね、こう見てる、これ見てるのは、外見てるんちゃいますね、見て、戦場視察って書いてあるでしょ、クルージングですね。クルージングをおやりになられてですね、で、最終的には
耳、腕、うどん、好きを食うと。でもうちょっとただちゃいますよ。6000円払ってますからね。これもまあ団長らは自分の金で払ってたりするんです。さっきのやつも消防庁なんかも自分の金で払ってるって言って言うんだけど、これでその傍聴のことをね、津波があるから見ましたっていうことをおっしゃるんですけども、前の時もあげましたけど、津波があって一番困るのは泉大津はあんまりないようですけども、石油備蓄ですよ。あそこの石油備蓄タンクの上は外れるようになってます。揺れた時にタンクの上から油が漏れる、でそのガソリンが津波に乗って内陸の方へ押し寄せる、それ火つく燃えると。そういうことを考えたら、その予防の観点からやっぱりね、発言力を発揮していただかんといかんですけど、そういうことをなかなか発揮しないということでですね、なら備え言うて考えたら、こう遊びとちゃうんかっていうふうに言われても反論できんやろって言うんですよ。だからちゃんとね、これやったんやったら、これ説明文とかをつけてやってんだったら別ですよ。これもまあ言うたら、これ税金ですからね。こっちがの、耳運は別やけど、自分の金で払ってるやないかって、耳運のとこのやつを出せとは言わんけど、これ税金使ってんだから、ちゃんとだから、報告書を書いてね、それを消防団のホームページでもアップするような、そんな形でですね、ほんで、いろんなことを現実に我々はこうやって泉大津で動いてるんです。もしくはその南大阪選手地域でですね、広域で動いて、こういうふうに考えて要望も出してるんですっていうようなね、その自分らの枠内でできることをちゃんとやれよって言うんですよ。そうでなかったら、こんな視察なんか死に視察になるからね。で、多分、年限がそんな置いてないから、去年の分の11月にしか出てこないですけども、多分、毎年これやってますから、さあそういうことをおやりになられてですね、で税金を使ってる部分があるわけですから、きっちりと税金を払ってるものに対して、市民に対して説明ができるような、そういう働きを消防団であってもやっていただきたいなというふうに考えております。まあ何よりも腹立つのは、市長交際費で税金で飯を食うなと。南でを生活させるために市長交際費があるわけではないということをお見知りおきいただきたいというふうに考えております。